さあ今回は、美味しい焼酎が手に入りましたんで、その当てを釣りに大分県は佐伯市大乳島までアジを狙いにやってきました。今の状況どうなんですかね、榎本さん。そうですね、12月なんですけど、今現在がですね、まあアジも徐々にこう型が伸び始めてるシーズンなんで、今日は型も狙えるかなと思ってはいるんですけど、まあ目標としては尺ですね。そうですね、とりあえず尺を何本か、まあ取れるでしょう。やってくれるでしょ。そうです。あとはまあ25ベースな風釣りで、そうですね、数多くのアジをキャッチしたいと思います。頑張りましょう。そうですね、刺身とたたきと美味しいアジを食べたいと思います。まずは、ちょっと磯場に登ったんですけど、新しいちょっとレインズから出るキャロ、アジキャロショットを使って、まずワームはアジキャロスワンプのキャロ仕掛けからやってみたいと思います。うーわ、これはどっから食べていいんですかね、これ。まずは、ちょっと磯場に登ったんですけど、うん、うまい。新しいちょっとレインズから出るキャロ、アジキャロショットを使って、うわぁ、気持ち悪くなってきた、もう。アジキャロスワンプのキャロ仕掛けからやってみたい。うん。来てるよ。立った。え？ボイルしてる、ボイルしてる。ジグエットでもいいかもしれないね。ちっちゃいのかな。あ、いるいるいる、いっぱいいる。いや、シーバスが、おーし、来た。ファーストヒットです。そんなに大きくないですね。そんなに大きくないですね。大きくないですね。大きいですね。ほい。キーパーサイズ。20ちょいですね。20ちょいの両型のアジが釣れました。今回、DVD で使用した、アジキャロショットの特徴を紹介したいと思います。これが、まあ、従来あったアジキャロなんですが、まあ、リグった状態ですね。このアジキャロの、ちょっと欠点というか、一つが、ウェイト交換するときに、ラインを切らないといけないっていう欠点が、まあ、ありまして、これを、スムーズにしたいので、新商品と出したのが、このアジキャロショット。これが、まあ、リグった状態で、ここまでは一緒です。で、ここからウェイトを交換する場合、この黒い木留めゴミのパイプですね。これをまず外してもらいます。で、透明パイプを外します。で、ここのシンカーに肝がありまして、これスリットが入ってるんですね。このスリットが入っていることで、ここでラインをこう、外せるわけです。ここで容易に、こう、ウェイトを交換したり、追加したりできます。これがアジキャロショットの一番最大の利点です。現場の状況ですね。潮流の速いとこ、水深が深いとこ、そういった場合にウェイトを追加、減少すぐ現場でできますので、
容易にその現場のシチュエーションに合わせて釣りができると思います。もうヒットジグヘッドですね。かなり近くまでいますね、アジが。うわちっちゃいちょっと小さいです、サイズが。アジリンガープロですね。ちょっと足元にスクールが結構回ってきてるんで、ちょっとキャロから、ジグヘッド、これもレインから新しく出るアジリンガージグヘッドを使った、ジグヘッドの釣りにちょっと変えてみます。ワームは、アジリンガー、これで行ってみたいと思います。おっしゃーい。おお、ちょっと引くね。ちょっと引くね。ちょっとサイズ下がりましたけど。アジちゃんが釣れました。こう言ってネットに入れてから掴んだ方が貴重なアジを逃さなくて済みます。ちょっとサイズ小ぶりですね。ばっくり飲んでます。キャロですね。レインから発売になるこのタイプでちょっと狙ってみます。あとこうシーバスがいたらですね、アジの映像っていうのがこう上に上げられたりですね、下に落ちたりっていう、そういうこう一部分にこう集約してしまうんで、そういう時にこういうキャロを使ってレンジをキープしてあげて、そのアジのエーソーですね、を引いてあげるっていうために一応キャロにしてます。まあ遠投が効くんで大きめを探れるっていうのもまあ第一にあるんですけど、よっしゃ、食った。お、ちょっといいかも。あんまり変わんねえか。あー、ちょっといいっすね。よーし、おー、丸のみですね。ちょっと良さそうです。おー、引く引く。おーおー、よく走りますね、これ。いきます。よし、おー、サイズアップ、ちょっと25ぐらい行きましたね。よいしょ。サイズアップ、アジリンガージグヘッドですね。ダブルヒット、ダブルヒットです。同じぐらいですか。うん、同じぐらいね。このサイズ出ればいいです ね。これは美味しい叩きと刺身になるよ。アジの締め方なんですけど、僕が使ってんのはこれ石田用の餌切りバサミの、ウニバサミっていうハサミなんですけど、これを、アジの下のエラからいって、当たったところで脊髄に当たってます。その脊髄を内側からバツと、これで一発で締まりました。こうすると美味しい刺身たたきが食べれます。よい、えぐいです。ジグヘッドです。ずっとジグヘッドで当たってます。ちょっと今日ベイトのサイズ、アジュが食ってる餌のサイズがちっちゃいみたいで、さっきロングアームでやっててすっぽ抜けとか多かったんで、ちっちゃいアジリンガーのサイズを下げてジグヘッドにしてみたら入れ食いです。
ぱりアジの食うベイトに合わせたワームセッティングにしないとちょっと数が伸びていかないと思います。作戦大成功。うわー、くそ。よし、さっきからずっと、おお。さっきからずっと当たってたんですけど、やっと食ってくれましたね。よイエーイ、サイズアップ。父親今日一です。25ぐらいですかね。ネットがあると楽ですよ、ランディング。最初にまあカウントダウンして、まあ自分が引きたいレンジをキープしたままこうリトリーブを続けてレンジをキープして引いてくるやり方と、キャラの場合はこうなんていうんですかね、ポンプアクションですね、こうロッドを煽ってあげてフォールで食わせのタイミングを与えるっていうような釣り方もあるんですけど、最初のここに入った時はちょっとそういうポンプのこういう上下のアクションですね。今もそうですね。これ食いましたね。今、まあこれフォールで食ったんですけど、こういうポンピングのアクションも、あー、シーバスにやられました。もう食いますね。今ちょっと食った味にシーバスが食ってしまって切られました。そういう二通りですよね。キャロでやるにも通常のレンジをキープして引いてくるっていうリトリーブと、こういうフォールを多用したロッドワークでですね、こうフォールを多用した釣り方っていうのがあるんで、まあいろいろできると思うんで、こういうの進化を変えてフォール速度を落としてあげたりですね、そういう技もできるんで、まあいろいろ試してみた方がいいと思います。このアジキャロショットですね、ウェイトが容易に交換できるということで、ウェイトのバランスも簡単に変えれることができるんですね。まず、これが前傾にフォールするように、前に重いのを持ってきて、後ろに軽いのを持っていく。こういうことで前傾にフォールするようになります。それで、今度はこれ逆ですね。後方バックスライド型。後ろの方に、ウェイトを持ってきているので、ラインを緩めた時にこう後ろにバックスライドするようなウェイト調整できます。で、これがまあ一般的なんですけど、水平フォールさせたい方は真ん中に重いので、両端に軽いの、こういうウェイトを持ってくると水平フォールで、これであのポイントの、まあこれも潮流の速いとか水深のあるとか、そういう、バックスライドで食うとか、前傾のカーブフォールで食わせるとか、そういった状況のパターンに合わせるように、ウェイト調整が簡単にできます。で、このウェイトが全部色違いになってますんで、このウェイトの重ささえ覚えておいてもらえれば、暗い夜でも簡単にウェイトを交換することができます。アジングのフッキングなんですけど、アジの口が柔らかいと言ってスイープを進めてる方がおられると思うんですけど、あれは間違いで、完全なバスのようなフッキングをして、アジの硬い上顎、これですね、これを上顎が貫いてると思うんですけど、こういう風なアジの硬い上顎を貫けば、どんな高い場所でも暴れても、口切れしないので、必ずアジングはフッキングで確実に上顎を貫いてください。アジングのフッキングなんですが、私の場合は必ず、バイトがあった場合は強い合わせをします。なぜかというと、アジの口が弱いからスイープで合わせて、フッキングするっていう方がおられるんですが、これはもう間違いです。私の友達というか、まあ、中国地方、瀬戸内は特にですが、もうスイープでフッキングしてるとはまずいないですね。なぜかというと、アジがこう、まあ、ワームをこう、追ってチェイスしてきて食う瞬間っていうのを、アジが、口を大きく伸ばしてバキュームするんですね。その瞬間にこうスポッて、まあジグヘッドなり入ります。この瞬間にフッキングすることによって、アジの上のこう硬い上顎にフッキングできます。これでスイープした後だとフッキングが遅いので、横の甘側にまず確率的にはかかります。
こうすることによってアジが暴れた段階、抜く段階で口切れを起こします。で、まあフッキングした場合は上の肩、上顎にかかりますんで、これでまあどんなでかいアジでも抜いてもバレません。なので必ず当たりがあったらフッキング、これを心がけてください。スイープ厳禁です。当たりがあったら確実にフッキング。ああバレた。フッキング、これです。これでがバッチリ肩、あの上、硬い上顎にかかってますんで、いいよ。さっきのフッキングをすると上側にフックが入ってます。わかるかな。ここが硬い顎なんで、ここに確実にフッキングします。完璧、100点フッキングです。やっぱりニュージグヘッドの、そうだね。やっぱりこのニュー、新しいジグヘッド、まあ、今使ってるんですけど、このジグヘッドの特徴が、まあ、ポイントのみ、ちょっと、外側にこう、反ってる。この、微妙な反りというのが、アジが吸い込んだ時に、確実に上顎にかかるような設計になってるんで、この反りが、このジグヘッドの一番の肝。そしてこのフッキングにつながる、最強の形になってます。キャロ用のフックなんですが、私が使ってるのが、まあアジキャロ用に専用にこう開発したちょっと、ポイントに秘密がある、フックを使ってます。まあアジキャロフックというフックなんですが、このフックポイントが普通、まあこういう状態、水平な状態だと思うんですが、このアジキャロフック先っぽだけちょっとこう反ってるんですね、外側に。その反るということでアジがこう後ろからチェイスしてきて、まあアジはあの口を伸ばしてバキュームするんですけど、それで吸い込んだ時にこのちょ若干反った場所ポイントが口の中で引っかかります。でそこでフッキングすることでアジの、上顎に簡単にこう引っかかって貫通するような設計になってます。ちょっと苦節5年ぐらいちょっと構想がありまして、やっと完成したジグヘッ、フックですね。であと夜でも、糸の通しやすい、ビッグアイになってます。これでまあ暗闇でも簡単に、糸が通せるようになってます。でアジキャロショットとアジキャロフック、これの組み合わせが今現在最強じゃないかと思ってます。フッキング足元ですね。おおほほほ、よく走りますねこのアジ。よいしょ、いきます。これもいいような25ぐらいのアジです。え、大きくしてやっぱ食わない。おーよ、アジング最高。さっきのフッキングなんですけど、こういう風に上顎、硬い上顎を貫いてますんで、こうなることで完璧なフッキング。これだと絶対バレません。口切れすることがまずないので、確実にアジを取ることができます。スイープ厳禁、確実にフッキング。おーりゃー、おおちっちゃいかちっちゃくはないぞ。足場が高い。お、いいサイズです。やっぱこっちがでかいんですよ。ポイントによってですね、こうやっぱサイズが、あー
ああ僕の味が。余裕かもしれない。ゲット。ちょっとやっぱりあっちよりサイズがいいですね。現在開発中の、アジオプラグ、サバイブ。なんてさ、アジオなのにサバなのか。まあ、それはちょっと、後の交互期待で、サバ、アジオのバイブレーションで、挑戦してみたいと思います。でかいやつ。尺アジオ。やります。じゃあやってみましょうか。よし。よっこいしょ。先に食ってくれ。